サイエンスフロート&シンク、フィッシュペットボトルの作り方。ペットボトル1本、ポイントとしては丸いものを用意してください。それとお醤油が入っているお魚瓶、キャップを取り M6 の六角のネジを重しとしてつけます。そしてペットボトルに水を入れて、この魚の尻尾がちょうど出るくらい、この先端が全部出るようになるぐらいのお水を入れてください。そして蓋を閉めて、遊んでください。